29歳になりましたありがとうございますありがとうございます。えー、もう29歳になってしまいました。ね。えー、まあね、率直に、えー、今の僕の気持ちを皆さんにお届けしたいと思います。29歳になった途端、すごい焦り出しました。<laughs> はい。 あのー、まあね、朝は、バイトをやってるっていうのは、まあ常々、このオノナイト日本では言ってるんですけども、えー、コンビニでバイトしてるんですけども、そのバイト中ね、まあ、品出しだとかさ、レジ売ってる時とかって、まあちょっと考え事するわけですよ。うん。で、ちょっと品出ししてる時ですよ。29歳になったと、いうことでね。えな、ー、んかいろいろ考えてたんですね。まあ今後のこととか、 えー、まあやっぱり30が見えてきたっていうこととかなんかいろいろ考えてたんですよ。で僕思ったのが30になったら俺辞めるんじゃないかなってずっと思っててそのコンビニバイト中ね。30になったら俺30になって売れてなかったら辞めるかもしれないって。 正直思ったんです率直に思ったんですでも今ね夜ですけどもいや俺はやっぱり売れるまでやると思ってるし30って区切りはつけないと思ってるんだけど朝になると30区切りでみたいな になってしまっている。えー、この今ね、非常にこの狭間で揺れています。<laughs> えー、率直に申し上げますと、狭間で揺れている状況でございます。こんなことになったの初めてですね。うん。えっ、ー、と、もう9年目になるんですけども、今年の春で9年目になったんですけど、初めてですね、やっぱり10年目っていうのも見えてきたし、 えー、29にもなって、えー、20代ラストじゃないかと。えー、20代の僕は何か残せたのかと。おいうことで、えー、非常にね、このままでいいのかなっていう。うーん。まあ、ちょっと、情緒不安定ですね。<laughs> まさかね、29の誕生日こんなになると思わなかったね。 そんなに年を感じたことってあんまなかったんだけど今年だけはなんかちょっと違うなっていう30になったら30になったらああなっちゃったーで終わるのかなーとも思うんですけど29って言うとあと1年しかないんだ20代っていうのが今ちょっとすごいなんか何て言うんだろうカウントダウンが始まっちゃったというかなんかまあ想像ですけど まあよく映画でね、次元爆弾のね、えー、まあ、秒数あるじゃないですか、19,8、7って。で、赤、青のコードどっちか、えー、切れば止まるみたいな。そんな感じでもう今ね、流れ出しちゃったんですよ、時計が。動き出しちゃったんです。<laughs> はい。カウントダウンが始まっちゃってる気がして。えー、まあね、オープニングークしちゃったら長々と喋りすぎてしまいましたけども。 えー、全然おめでたくないですね。<laughs> はい。昨日まではね、なんか29全然何とも思わなかったんですけど、今日、えー、29迎えて、ちょっとやばいなって思い始めました。えー、まあね、この気持ち、わかってくれる人は、まあやっぱり上の人なのかな。ね、年、え、齢、ー、が上の人なのかな、僕より。 えー、わかると思うんですね。やっぱ皆さんも29歳になった時のことちょっと思い出してみてほしいんですけど、僕は結構来ましたね。はい。えー、まあでもね、えー、20代まだあと1年ありますから、まあ、頑張るしかないよね。うん。まあこのオールナイトニッポンでもね、えー、皆さんに面白い話をお届けできればいいなと思います。それでは行きましょうオールトカエルのオールナイトニッポン はい、どうも皆さん、こんばんは。夜の高弘のオーナーライトニッポン、毎週金曜夜10分本をお送りしております。お相手は吉本芸人夜の高弘が進めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 はい、ということでね、オープニングトークちょっと長くなっちゃったんですけども、まあ、やっぱり29ってのは答えるなっていう話。あと、もう一つあるんですけど、えっと、まあ、この大野放送協会もね、えー、まあ、2年目かな、今の対戦になって、バラキとか、てっちゃんとか、あと、準レギュラーに一般人、河瀬名人がいて、で、今、ゲスト、エージーソンドライブ出てると思うんですけども、 えー、まあね、楽しいっすよ。楽しいっす。やってることは本当に楽しい。で、自分らがやってることを面白いと思ってやってる。それはもう間違いないです。間違いないですけど、結果がついてきてない。はい。再生回数も全然伸びないし、チャンネル登録者だってまだ1000人もいってない。 結果がついてきてないんですよね。うーん。まあ、これがやっぱりこう29代、29代ね、今、なったばっかで、ちょっと焦らせてる原因かなとも思うんですけどね。今日はなんか暗い話ばっかりになりそうだな <laughs>。うーん。まあ、なんかちょっと今日は、違うな。朝からなんかテンションガタ落ちだったもんな。うーん まあだからね、本当に年って取りたくないもんだなって初めて思いましたねうん。で、まあね、いろいろ話したいこと山ほどある、本当山ほどあるんですけども、まあ10分ということでキュッとしないといけないんであれなんですけど、えっ、ー、と、20代の時にやっぱり成功してない自分っていうのが正直考えらんなくて、 えー、まあ入ったのが19、20歳ぐらいの時ですよね、この世界に。で、20代で成功してないっていう未来を描いてなかったので、えー、それが今現実起きてるっていうことに対して、今僕は非常に動揺してます。うん。まあ昨日までは何ともなかったんだけどね、分かってたことなんだけどね。うん。すごい動揺してますね。 うんでこんなに自分に自信がなくなったのが初めてだなっていうぐらいの感じでまあオールナイトニッポンだからこんな赤裸々に話すんですけどねえー、なんか本当に自分に自信が持てでもしかしたら俺プッツンしちゃうかもなと思ったんですよねプッツンもし30まで売れてなかったらもう30になった瞬間 もう全部やめてプッツンになるんじゃねえかなって思ったりしててまあ今ねそんなことないとは思うんですけども今はそんなことそんなことになるはずないとは思ってるんですけどなんかプッツンしちゃいそうな気がして <laughs> ああんかねすごい怖かったですねもう本当に素直に気持ちぶつけてます今ここに。 まあ30代後半で売れるっていうのもね、うん、まあ全然いっぱいいるしって考えればね、あれなんだけど、でもそんなの関係ないじゃないですか、周りなんて。やっぱり自分だから。うん。まあだからね、ちょっと自信がなくなった僕に、ちょっとこの曲を、まあ、かけたいかなと思います。自分自身への応援歌でもあります。 えー、聞いてください。大野貴洋でナンバーワン。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 俺はナンバーワン。俺の名前は。おの。お、貴洋。come on。来よ世界は待ってるか。 飛び込むぜ。いっぱい飛び込むぜ。だから待ってる世界をナンバーワン。Oh, no. はい、えー、これ26の時に歌った歌ですね。勢 <laughs> いありましたね。勢いがあったな。うん。勢いがあった。この頃の自分にね、やっぱりまた戻らないといけないな、と思いましたね。 うん。えー、聞いていただきました。オ野タカイロでナンバーワンでした。ありがとうございました。<laughs> では、エンディング行きましょう。うう早いですね。もうやっぱ10分っていうのはやっと今なんですけども。まあね、なんかこう、誕生日がね、がオノーナーイトニッポンと重なるっていうのはなんかの、ね、あう,うん、まあ、まあ、運命じゃないですけどね。なんかこう、感じますよね。初めてなんでね、誕生日オノーナーイトニッポンっていうのはね。 えー、だからね、まあちょっと僕の思いの丈を今話させていただきました。でもね、今ね、えー、まあこの曲聴いてもそうだし、こう喋ってるうちに、やっぱりもう一度立ち上がって、うーん、やらないといけないんじゃないかなと、思うの高いの。お前に、お前が一番、お前の一番武器って何だっけって今、自分に問うてみたんですね。 お前の一番の武器ってなんだよって言ったら、根拠のない自信だろと。根拠のない自信じゃないか、いの高いのと。いう答えが今ちょっと見えてきたんですよね。 だから、やっぱまだね、29、あと1年ありますし、えー、まあね、タイムリミットは迫ってるかもしれませんが、えー、まあ僕のね、まあ好きなようにじゃないですけど、まあね、でも皆さんに楽しんでもらえるようにね、これからも頑張っていきたいと思いますし、えー、根拠のない自信を、根拠のある自信に変えて頑張っていきたいと思います。ええー、ぜひ、大野高い色を応援してください。よろしくお願いします。 えー、大野高弘のオーナーライトリップン毎週金曜日夜10分ッドにお送りしてきました。お相手は吉本芸人大野高弘が集めさせていただきました。ありがとうございました。えー、29歳になりました、えー。皆さんもね、どうか健康でね、えー、大事にしてください。よろしくお願いします。お大事に。来週もよろしくお願いします。来週はスペシャルかなうん。お願いします。では最後に一言。夢で会いましょう。バイバイ